創業以来の大ピンチに陥っているジャニーズ事務所だが、これまで癒着関係にあったテレビ局が徐々に手のひら返しを始めているという。故ジャニー喜多川氏の性加害に関する再発防止特別チームによる調査報告書で、この問題についてのマスメディアの沈黙が指摘された。テレビ各局は慌ててニュース番組などでジャニーズバッシングを始めました。これまで通りの関係を続ければ巻き添えを食らう可能性があり、ジャニーズタレントの起用を減らすよう調整しています。民放関係者。現在、ドラマからバラエティ、情報番組まで、多くのジャニーズタレントが出演している。これを起用できないとなると、俳優や他のアイドルだけではイケメン枠が埋まらない。一部の放送局は、元スマップの新しい地図のメンバーや、滝沢秀明氏が社長の戸部に接触し始めています。同関係者。特に、元キング&プリンスの平野紫耀や神宮寺勇太を擁する戸部には、NHK などが番組出演への調整を申し出ているという。平野はバラエティ番組でも活躍していましたし、テレビへの復帰が熱望されているタレントです。ジャニーズに忖度して起用を控えていましたが、今や取り合いになっている。また、9月末でジャニーズを退所して戸部に合流すると言われる岸優太に関しては、事務所退所後も今のレギュラー番組に継続して出演してほしいと熱望されています。放送作家。タッキーは、タレントを安売りするつもりはない。ただ、テレビ出演はしてほしいというのが本音。そこで、段階的にですが、平野や神宮寺をテレビ出演させるのでは。まず、NHK の音楽番組などを最優先にして、紅白歌合戦出場への足がかりを作る。その後、民放のバラエティ番組やドラマにも、平野を中心にタレントの出演を進めていくようです。スポーツ紙記者と、週刊実話ウェブが報じた。